えー、おはようございます。FX オリガルヒ、そして即可軸の FX 限定動画をご覧の皆様、即可塾の久保でございます。えっとね、まあ冒頭申し上げますけども、今日はね、ちょっと相場解説、一日中これやってもしょうがないので、やりません、えー。これ先週も同じようなことを申し上げたような気がする、そんな週末に差し掛かる金曜日で、非常にね、熟じたるものはあるんですけども、テクニカルってのはこういうことなんですよ。えー、以前もこういうことありましたよね、えー。ロシアが軍事侵攻をウクライナにした際に、 ファンダメンタルが吹き荒れるんで、あの時は2週間ちょっと、私は相場解説をお休みしました。お休みといっても毎日毎日コメント程度は入れたんですけども、実際にテクニカルが使えない時ってあるわけなんですよ。そういう時は無理にチャートに貼り付かずに気持ちを変えてですね、もうこういう時は、あもうプライベートとか、それから FX の基礎的な学習に努めた方がいいと思います。気持ちを切り替えてね。えー、ということでね、もう見るのも相場と言いますけども、見るのが相場とも言えるわけですよ。もっと言ったら、相場から離れるのも 投資のコツなんですよねえずっと24時間専属で FX ばかりをやってるっていうのはこれはもうちょっと先のことになると思います今はまだ勉強中なんで一生懸命 FX に関わっていかなければならないんですけども逆に関わってもしょうがない時っていうのを見分けてその時は必要以上に FX に意識を傾けないことも非常に大事だと思いますつまりはメリハリですよね、えー、ということなんで本日金曜日はこれをもって FX の相場解説など お休みすることをね、ここでお話しさせていただきます。だからといって追加放送がないわけではありません。 え何かね新しい動きがあったりとかもしかしたらオリガルの皆様は雑談コーナーがプラスアルファされるかもしれませんし、えー、それからあ週間の振り返りっていうのも当然やりますしまた来週からの展望という、ね、こともありますですからこの金土日で私の方からは発信は止めることはありませんけども、まあ、いつものようにね一日に何回も更新してここでエントリーしましょうとかここを警戒していきましょうっていうのは細かいテクニカル的なあのお話でいうのはありません今はテクニカルが使えませんのでもうちょっと時間を置いてですね 荒波波が収まままままっててそそこここののになるまでは、えー、このまんま注視ししおきましょうということでね皆さんプライベートの方を充実させてくださいそんな金土日にしてください普段 FX でみっちり付けの FX オリガルヒの皆さんも金土日は休んでください、えー、先週と同じですけどねちょっとリラックスして気持ちを楽にしてそして資金の調整をしながらまた来週から 向かってい,きましょういずれにしても今月もうすぐ終わりですので勝負は10月11 12月月月そして12月の前半ってことになりますここにきっちりとエネルギーを投入すればまだまだ実力も上がりますし実力がついてきた方は今度はね稼いでいきましょう。 いき方もどん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 お話ししていきますので FX オリガルヒを今後もよろしくお願いしますそして速果塾限定の FX 動画をご覧の皆様よろしかったらね FX の扉も開いてみてくださいえきっと今まで FX のこの限定動画を見てるだけでは気づけなかったことにかなり気づけると思いますそして儲かるようになりますじゃあ来年のためにも今年あと3ヶ月頑張って乗り切っていきましょういってらっしゃい